シンガーソングライターの川島愛さんです。ビアガーデン初かもしれないですね。初、はい、人生初に。人生初、はい、はい、行きます。せーの、乾杯。その自炊をやりだしたんですよね。最近作ったものって、ちなみに最近、そうですね、カレーの煮付けとかですかね。かなり本格的ですね。こうフライ返しで返そうとしたんですけど、はい、やっぱり煮崩れちゃいますね。触らない方がいいってのをちょっと学びました。皆さんの大好きな映画、映画のお話をしていただこうと思います。はい、ね、処方箋映画っていうのが私ちょっと気になったんですけれども。流行ってますよ。何ですか？最近はヒールが靴になってしまったり、バッグがリュックになってしまったりと、はい、ファッションもスカートからパンツスタイル。今27歳女盛りなのに女子力が低下中と。なんとか私に女子力をつけてくれるような映画はありませんかということですね。そうなんです。もちろん、川島さんへの処方箋が私考えてきております。これまさにね、このドンピシャだと思いますけども、はい、処方箋がこちら。バーレさあ、このミニライブでは本日のイベントのために制作された新曲も披露いただけるということなんですか？はい、そうですね、本当に今日が初披露になるので、かなりドキドキなんですが、頑張って歌いたいと思います。横浜さんだらけ乗れない心、あなたの優しさでさ、ありがとうございました。